どうなるどうする。あ、違う、なんかこだ、あそこだ、こんなかだ。おお、おすごい、すごくない。男二人で泊まる部屋には見えないし、なかなかちょっとエッチな感じでダブルベッド2個ですよ。これじゃあ今日歌ってね、ここで泊まって。はい、ありがたい、ありがたい、本当に。これ、ここで取材とか受けてるよね。おいおいねえ、じゃあもうすごい、大丈夫です。10個は食べてます、本当に。終わってからね。うん、うん、まっ。これいつ食べるの、ファンの皆さん。もう3時の下時点で。で、配って。配ろうかなと思ってます。うわ、喜んでくれるね。塩加減やばい。これでいい。こっち向いて食べてください。美味しそう。これ入りたい。
り切ってるよみんな。あれはだってもうラーメンセットした方がいいよ、髪の毛。大丈夫、ブラシないから。眉毛と濃さ合わせたら髪の毛を眉毛くらいにしてください。確かにやばい。実質じゃん。いやもうなんか眉毛のせい器用みたいな。よし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 。夢人まであう、もう振り向かないよ。
3月の4日に初めて関西で、箱ライブやることが決定しました。ありがとうございます。関西といった場所は大阪なんですけど、はい、大阪の方行きやすいでしょ、ね、え3月の4日、6時くらいから、はい、初めて、ね、僕たちは東京活動してるのでどうしても関西でなかなか箱ライブをやる勇気がなかったんですけれども、はい、日に日にね応援していただいている数が増えてですね、方の数がやっと関西でもライブができることになりましたね、はい、ありがたいです。ありがとうございます。泣いてますか？あ、歓喜余ってね、嬉しいね、嬉しいね、ありがとうございます。本当の意味では春はなかなか来ないかもしれないんですけど、僕たちも来年結成2周年目をね、2年目を迎えます。本当の意味での春を迎えられるように、そして皆さんにも早く春が訪れるように、僕たちの春の歌を次は歌いたいと思います。手のひらに沈む濡れた花びら、優しくめくり上げたら、空を漂う心に苦い風が溢れてくる。続く日々の中で実家がね、あそこ、めっちゃ良かったです。あそこ和歌山のサウナ。